你好。リアルな上海と日中のさまざまな情報を届けする中日新司会の時間です。9月22日は秋分、昼と夜の長さが同じになり、それ以降は夜が長くなっていきます。厳しかった残暑に目処がつくため、これから過ごしやすくなりますよね。過ごしやすいというと、やはり自分の家を思い浮かべます。上海人だと持ち家の人が多いと思いますが、外地から来た人や外国人なら必ず家を借りることになります。そこである日本人に自分の体験を交えて家を借りる方法について紹介してもらいました。不動産屋さん築店の良い家を探すコツも教えてくれますよ。もしもし上海のコーナーです。もしもし上海のコーナーです。本間学と申します。上海在住歴21年、正真正銘のロザンヘイです。今日は部屋を借りるときに使う言葉を紹介しましょう。上海に住んでいる日本人ならほとんどの人が経験することですよね。多くの場合、不動産屋と中国語でやり取りをしなければならないので、聞き間違えたらどうしよう、不安に思う人が多いと思います。まずは次の基本の言葉を覚えていきましょう。正しい発音はこちらです。50平方メートル、50平方米、50平方米。物件見学はいつですか？什么时候看房？什么时候看房？まずは50平方米です。日本と同じように、中国の不動産屋も家の間取りや家賃を変えた物件紹介の紙を店頭に貼っています。もし借りたい面積の物件が見つからない場合、ウシュピンファミの表現を使って直接に聞いてみましょう。面積といえば、ほとんどの日本人の頭に浮かぶのは1畳、2畳といった単位ですが、残念ながら中国にはそういう単位はありません。そこで畳を平方メートルに換算して不動産屋に伝えなければなりません。1畳は畳1枚の広さ、約 1.62 平方メートルです。気に入った面積の物件を見つけたら、次は内見です。シェマショーカンファンという表現を使って不動産屋とアポを取りましょう。私は上海に来たばかりの頃、親切な中国人の不動産屋さんに出会い、内見3回論を教わりました。1回目は昼間に見学、部屋の日当たりをチェックすること。2回目は夜の見学、周辺の騒音が大きくないか確認すること。3回目は雨の日に行って雨漏りがないかどうかを確認すること。ここまでしてやっと物件の全体像を把握できるのだそうです。私は日本人ですが、この20年日本人が住んでいる物件に住んだことがありません。ローカルのおっちゃんやおばちゃんと仲良くしておくこと、いろいろ便利です。例えば旬の果物や野菜をいただいたり、留守中の宅急便を預かってくれたり、最近私は仕事の関係で引っ越そうと近くの不動産屋さんに行きました。シャンズトゥーダーファンズウシュピンファミヨータイヤンタイマヨーダイウェイウォシファンカンシンシンシマショウカンファンナダンレンヨウワンシャンイウェイヨシンシンニュージュージンカンファンズハイシカンシンシン。物件も星空もどちらも見学したいですよね。上海は高層ビルがどんどん立ち並び、星を見るのが難しくなったため、星が好きな人はぜひ部屋の中だけではなく物件周辺の確認も忘れないでくださいね。さて、コンズーファンという物件のオンライン申請がとても人気です。コンズーファンとはコンゴンツーリンファンウの略語で、国の支援で建てられ、建築面積も家賃も抑えられたサラリーマン向けのシェアハウスです。日本でいう公共住宅ですね。コスパが高いのでとても人気がありますよ。このシェアハウスは外国人でもパスポートと就業許可証を提出すれば申し込むことができるそうです。もちろん不動産を通じて自分の好みに合った物件を探してもいいですね。その時にはぜひ今日勉強した言葉、ウシュピンファミとシェマショーカンファンを使ってみてくださいね。それではまた次回、モトシンファシェン、ウォメンシャーチイチェン。本間さんが教えてくれた内見3回論、
一つの部屋を借りるために3回も部屋を見に行くのが気が引けてしまいますが、不動産屋さんがおすすめの方法なので遠慮せずにやって大丈夫ということです。とても勉強になりました。続いては専門家が監視を分かりやすく解説する温故知新監視から学ぼうのコーナーです。今日は若き天才が徴用説について読んだ詩をご紹介しましょう。温故知新監視から学ぼうのコーナーです。上海高等技術大学の毛裕です。本日紹介するのは生徒の詩人王維の代表作9月9日三島の啓帝を思うです。これは王維の17歳の時に創作したです。王維は科挙を受験するために故郷を離れ一人で謝安に住んでいました。早速中国の老英を聞いてみましょう。九月九日一山东兄弟唐王维独在异乡为异客每逢佳节倍思亲遥知兄弟登高处遍插茱萸少一人。一挙にいる老いの孤独な気持ちが伝わったでしょうか。華やかな長安はどの文人墓角も憧れた美子です。しかしそこは老いにとっては身寄りのない一郷です。周りがどんなににぎやかでも長安出身でない老いにとって孤独がつきまといました。一家団らんの祝日でも故郷へ帰れず、老いはこの郷愁をこの詩に託しました。ちなみにこの詩で書かれた山東は現在の山東省ではなく老いの故郷華山の東にある濤州です。旧暦の9月9日は中国の伝統的な節句重陽節です。昔の人々は奇数を陽の数という偶数は陰の数と言いました。陽の数が重なる日は陽の気が強くて邪気を払う日としてやがて祝日となりました。9月9日は陽数の極めである9が2つ重なる日であることから縁起のいい日として重陽節と呼ばれています。中国では祝日は一家団らんで過ごすのが伝統です。故郷への思いがあふれた王維は仮説に会うことにますます真を思うと、ただの7文字で自分と同じように一郷で過ごす多くの人々の心を代弁しました。重陽節には2つの伝統な行事が行われます。一つは高いところを登ることです。昔の人々から見ると高いところへ行くことは病払いことを意味し込められています。もう一つは周囲を指すことです。周囲は山椒の葉のことで古くから薬草として使われました。かんざしのように髪に刺すと虫除けの効果あるほか風邪予防にも使われました。17歳の王維が読んだこの詩、もし唐の時代にネットテレビがあれば兄弟たちときっとこんな話をしたのではないでしょうか。みんな元気？今日は重陽節で何をやってる？今日はみんな山登ってるよ。ほら見てごらん、周囲も指してるし、いや兄ちゃん一緒に行ったらいいな。しょうがないな、試験あるからね。大丈夫ですよ、今度兄ちゃん試験受かったら僕らのことを忘れないでね。約束するよ。この詩から伝わってくる感情は悲しみでも憂鬱でもなく、17歳の王維が故郷や兄弟を恋しく思う率直な気持ちです。未来に希望を抱く若者らしい内容となっているのがこの詩の特徴です。上海に留学に来ている日本人の若者は王維のこの詩に共感できるのでしょうか。詩仙と呼ばれた李白、詩聖と言われた徒歩に並び詩仏と呼ばれた王維、日本の中学の教科書にも載ったこの詩を、これを機会にもう一度振り返ってみてください。李白、徒歩に並ぶほどの才能を持った王維がこの詩を読んだのが若干17歳、だからこそ若々しさあふれる内容になっていて人を温かい気持ちにするんですね。続いては上海博物館の貴重な文物を紹介する国宝の旅のコーナーです。
風邪や感染症の予防で最も大切なことが、実は中国で3000年前から始まっていたことが分かりました。それはどんな方法なのでしょうか。他是青铜仪中的王者，形制硕大，魁梧稳健。三千年前，水流在他的躯体中流淌、旋转、倾泻而下，洗去尘埃，带来洁净。承接水流的是一双虔诚的手。这件青铜器叫做仪啊，它是跟盘一起组合使用的，作为盥洗器来使用啊，是目前我们所见西周时期最大的一件仪。它的器身如椭圆形瓢，前端宽流高高昂起，后端直畔做蛟龙探水状，仪的四足同样以龙为形，扶手躯体承载仪的器身。仪是做什么用的？那么《礼记》上记载，进冠，少者奉盘，长者奉水，请握冠，冠足受金，由年少的人来捧着一个盘，年长的人，然后他拿这个盛了水的仪，然后对于宾客，然后进行这种浇灌来洗手使用的。灌洗净手，被西周贵族当作一种仪式来进行。参加宴会的宾客，风尘仆仆的旅人，准备祭祀的宗主，满怀虔诚之心，用双手承接青铜仪中的水流。灌洗礼来说的话，就说是它是在任何的这种礼仪活动之前必须要进行的这样一个仪式啊。古人是非常注重这个净手的这种礼节啊，就首先要先净手，然后才可以进食。然后在祭祀当中也是这样子，宾客一进门，那首先要实行灌礼，婚礼仪式进行之前首先也要实行灌洗礼。这是一件气派的厚礼，西周时期齐国君主为他的夫人国国君主的女儿国梦姬制作了这件青铜仪，故名齐侯仪。西周时期，婚姻制度同姓不婚啊，不能实行族内婚啊。齐国是姜姓啊，国国是姬姓，所以说他们两个国是可以通婚的啊。早在三千年前啊，对于婚姻形态的规定啊，就是有非常就是重要的科学依据。凡有重大事件需要永久纪念，人们就用文字记录下来，铸刻在青铜器上。铭文中的子子孙孙永保佑，是当时最流行的青铜器铭文，正是商周时期人们对于不朽的追求。中国的礼制的发展啊，就是从贵族一直是向民间一个下移的一个过程。礼仪活动只是适用于贵族生活当中啊，所以贵族将这种净手的这种礼仪活动转化成一种生活方式。那么这种生活方式其实依然延续到了今天，对于这个洁净的这种要求啊，也是所以说继承了可以说是三千多年前啊西周贵族的这样的一个生活方式。儒家文化它其实更多的是继承了西周文化，所以说孔子就说浴乎乌从周。遥远的青铜时代，灌洗礼成为西周贵族重要的仪式，那是先民对洁净的追求，对礼制的向往。青铜时代早已远去，礼仪却世代承袭，渗透进中国人延绵数千年的日常生活。执仪注水，十指连心，掬一捧清水，它淌过掌心，也流过心间。客をもてなすために水差しを傾けて手を洗ってもらう格式高い作法ですね。3000年も前にこうした礼儀があったことを知り、改めて中国の文化は素晴らしいなと思いました。CM の後はシュートワールド、シュージェが続きます。チャンネルはそのままで。後半は上海テレビのカメラマンが取材したドキュメンタリーコラム、シュートワールド、シュージェから始めましょう。200棟ものビルが立ち並ぶ上海のルージャーズイ。この金融街で交通の安全を守る女性警察官に密着しました。来，走起来！啊，到上街沿，到上面，那边阴凉是吧？这里也阴凉，不让你晒的。等一会儿啊，好，先下来推一下，那提前上来推一段吗？
我们这边地上的停止线不要超出来了啊，等待一下，等会儿放绿灯了咱们就可以往前了。我从小就想成为一名警察，现在我的梦想终于成真了。对这身制服的向往让我选择成为一名警察，因为热爱所以选择了这份职业，做一名为民服务的交通民警。我们的中队名称叫浦东交警支队一大队东方明珠女警中队，成立于1999年，目前有民警15人，辅警30人，是一支全女子中队。我们现在负责的这个区域呢，是1.7平方公里的小陆家嘴地区，以及世纪大道的两个路口，所以我们所谓是一圈一路。这个呢是上海最后一块交通指挥平台，也被我们称为蛋糕台，这也是一个展现交通民警良好形象的平台。这个平台呢，见证了浦东开发开放日新月异的发展。站在这里呢，我们会有一种油然而生的责任感和使命感。我是去年的4月份来到了明珠，刚开始的时候就这两个路口又不熟悉，又都很大，这个相位我就觉得有点复杂，就上到那个蛋糕台还挺有点不知所措的。一开始就是多观察，队里的师姐呀、师傅会教我，就说这个地方你这个手势应该是怎么样的，你的头应该是转到什么样的角度的。我们所有的手势，你的五指是要并拢的，然后有的时候可能自己一个不注意，就是手没有力，它就并不拢，甚至有点弯曲。所以刚开始就这么来，就一直练这些要用到力度的动作，就想提一点精气神出来。自己休息的时候对镜练习，自己数着拍子看一看这个背是不是挺起来了，这个颈是不是顶住了，然后后面就慢慢的也就是熟能生巧，经验积累吧，就是越来越顺了。因为这边也有很多地标性的建筑，像东方明珠啊、金茂大厦，那来上海旅游的游客那肯定是想来这边看一看的。就是我们在路口执勤的话，就经常是会碰到游客来问路，哎，这个地方怎么去，或者说他想要去搭轮渡，或者是怎么坐地铁这种问题。他们对路况也不熟悉，然后有的时候可能就是会产生这个交通违法行为了。因为来旅游嘛，对一个地方不熟悉是很正常的，那我们讲话本身就是比较柔和一点的，那跟他们沟通的时候人家也比较乐于接受。那一到饭点，白领人的吃饭问题造就了这边的快递外卖行业特别的发达。那怎么样又能保障白领人的吃饭问题，又不违反道路交通规则，这是一个需要权衡的问题。其实对于快递外卖群体，我们其实也是以严管和服务相结合的方式来进行这个集中的，不管说治理也好呀，或者是引导也好，进行一个道路交通安全知识的宣讲。另外我们也是在辖区内呢设置了很多的停车位，能够在楼宇的周边方便他们进行停车的，既保证白领们的就餐需求，又能保证辖区内的正确的安全的交通环境。其实交通管理是一个长期且艰巨的任务，需要不断的学习和进步。那对于我们东方明珠民警中队来说，我们会不断的学习来做好自己的辖区内的交通管理工作，为金融城的平稳有序贡献自己的一份力量。制服に身を包んでキリリッとした姿、惚れ惚れしますね。今年の夏はとっても暑くて、街頭に立って交通指示をしていた警察官の方々は本当に大変だったと思います。市民の一人として感謝の意を伝えたいと思います。最後は様々な日本を紹介する地日のコーナーです。中国で生まれ日本に渡ったものは漢字、仏教などたくさんあります。
その中で日本で夏の風物詩になったものを知っていますか？暑い日本の夏、冷房のなかった時代、日本人は涼を取るためにさまざまな工夫をしてきました。竹や葦などを編んで作る風通しの良い日よけ、水をまき気化熱を利用して周囲の気温を下げる打ち水、これは鐘の形をした鈴、風鈴。夏、家の軒下などに吊るします。吊り下げられた短冊が風を受け止めると振り管が揺れ、鐘を打って音を出します。日本人はこの風鈴の音から風を想像し、涼しさを感じてきました。風鈴の起源は7世紀頃、寺院の軒に吊るされる鈴、風鐸だと言われています。青銅でできた風鐸の音が災いを防ぐと信じられていました。時代とともに風鈴の素材は金属から陶器、ガラスへと変化。今では色も形もいろいろな種類があります。中でもこれまでと違った音色と注目されているのが江戸風鈴と呼ばれるガラスの風鈴です。江戸風鈴は300年前と変わらぬ製造方法で今も東京で作られています。江戸風鈴は型を使わず、すべて職人の手作業で作られます。1300度の炉から溶けたガラスを巻き取ります。口で吹いて膨らませ、風鈴の玉を作ります。膨らませた玉を切り取ると、振り管が擦れる切り口ができます。江戸風鈴最大の特徴はこの切り口にあります。切り口を粗く磨き、ギザギザを作るのですが、このギザギザが江戸風鈴独特の音を生み出します。ギザギザっていうのは鳴る部分になるんですけど、そこが擦れることによって音が鳴るんですね。ぶつかる音ではなく、擦れるっていう感覚の音に変えるっていう意味で、そのギザギザを作るわけです。江戸風鈴のもう一つの特徴は絵が描かれていることです。絵は風鈴の内側から描きます。外側から見た時の絵柄を想像しながら、各順序や顔料を使う順番を考えるには熟練の経験が必要です。今では昔ながらの絵柄に加え、さまざまな絵柄が生み出されています。300年前から変わらない風鈴の音色が今も涼しい安らぎを与えてくれます。風鈴の起源は中国古代で、竹の林にくくりつけて風の向きや物事の吉凶を占う占風鐸、日本語で扇風鐸というものです。日本に渡ってガラス製に姿を変え、可憐な音を響かせています。来週は活火山の桜島がある鹿児島県からゲストをお招きします。どうぞお楽しみに。番組を見逃した方は、カンカン新聞や YouTube の SMG 中日新司会でも見られるので、アクセスしてくださいね。それではまた来週、皆さん再见。